じゃあですね、伝統急行これいきたいと思います。よし、急行次三軒茶屋停車。まあまずはね、この反応のいい8500でいきましょう。おやじサーファーさん、こんばんは。ナメクジハゲ太郎ちゃんさん、パシッコーいらっしゃいます。割と落ちるね。東急田園都市線をご利用いただきまして、はい、ありがとうございます。この電車は急行中央林間行きです。橋本さん、こんばんはです。途中長津で各駅停車中央林間行きに選択いたします。速度維持が難しいね。運転士土屋、音はいいですね。車掌は中野です。じゃあたっぷり聞かせていただきます。次は三軒茶屋に停まります。そんなにいっぺんに配信見たら分からないでしょ。分かりました。西への仕事に参考まず、エアさん、こんばんはです。こいつは詰めすぎると改正執行が怖いんですよね。鶴巻心さん、こんばんはです。急行、池津川市通過。通過。テックさん、こんばんはです。おっ、エスターパーさん、サンチャー地元なんですね。ちゃんと通過の警告音入ってるんだ、すごいな。あ、反応がいい、この電車はいいな。いい車ですね。J7 さん、こんばんは。黄色い電車さん、こんばんはです。よしさん、こんばんはです。あー、すごいな、荒れますね。 ATC が三軒茶屋でございます。出口は左側に変わります。世田谷線を利用のお客様は S 君さん、こんばんはです。ツンさん、こんばんは。ファクさん、こんばんはです。三軒茶屋を出ますと二子玉川に15だから、まあとりあえずこのぐらいで入っていきましょう。悪くないんじゃない？あ、これ以上抜けない。止まってちょうだい。21いい感じで止まれ。やったね。時間勝負。初っ端から決まりましたね。いい感じです。発車37分10。三軒茶屋、三軒茶屋でございます。世田谷線はこれで遅れないんだったらいいや。いい感じですね。高速進行さん、こんばんはです。バス進行、バス進行。よし、よし、急行次二子玉川停車。これ8500ですね。いい音してますね。
最後の抜きの時行けるとあります。いや私もドキドキですよ。8500の警笛が通常バージョンと違う。通常バージョンってこれじゃないんでしたっけ。急行駒沢大学通過。ああ暖流器運んですね、いわゆるね。あ戻しのっちあるんだ、これは便利だな。東急ですね。今日は今レントですね。レント支線の急行を運転します。はい、なるほど。東急式試験だからな。東急式使うと減点されちゃいますからね。列車が通常と違う警笛を装備してたらしい。あ、そうなんですね。ブレーキ、ありがとうございます。直線15キロだったら10キロ進入 B8。 B8 って基本的には使っちゃいけないやつですからね。進路1番突っ込むのはいいことなんですけど。直樹さんこんばんは。カカカカッサさんおはようございます。エースさんいらっしゃいです。眠れなくてきちゃいました。あもっと眠れなくなりますよ。こっち入れよう。このハンドルがね BVE とかでも使えるといいんですけど。利用のお客様は乗り換えます。お江沢さんありがとうございます。二子玉川を出ますと序の口に止まります。お降りの際は足元にご注意ください。以前電バスで運転した際東急はマスコンが硬かったイメージ。まあそれはあれですね、会社がうんぬんっていうよりも個体差ですね。こんなに前詰まってんの？しかも時間ないじゃない。下がってくる。上がった。こ
これは乗っちゃいとかないと。急行、タコ玉川停車。はい。いやー、どっからかけていいかわかんない。これは無理だな。おお、効かねえぞ。あー、こうやってしまった。東証号43分50、定時、発車44分20、まあ、一応定時ですね。急行次、溝の口停車です。急行次、溝の口停車です。東急の1500系を置き換えようとしたら、不況山でお金なくなって、今回は置き換えできるのか。だいぶ2020でしたっけ、あれが入ってるんですね。急行次、溝の口停車です。初進行。初進行。よし。急行次、溝の口停車。とりあえず今時間の加点だけ入りましたね。バヤバヤさん、こんばんはです。タカさん、ありがとうございます。滑走って、滑走というか米遅れですね。急行、タコシッチ通過。全然景色が変わりましたね、この辺は。あー、よかった、入れなくて。なめなめなんだ。いやー、乗っちゃ入れないよ。ほらね。入れないよ。急行、高津通過。だいぶ詰まってますね。落ちるの？停目止まっちゃうよ、これ。まもなく溝の口でございます。あららら、出口は左側に変わります。お、千代さん、次の分早いよ。早い。南武線をご利用のお客様は乗り換えです。これ昔は普通の伏線でしたね。溝の口を出ますと鷺沼に止まります。コンプはいい音だけど。早くして、時間ないよ。早くして。はい、進行。また落ちてくるって言ってる。上がった。懐かしい風景ですね。だいぶ広くなりましたもんね、この辺りもね。複線になりましたからね。65にしとこう。急行、溝の口停車。25秒あれば止まれるでしょう。定目がね、ここ分かんないんだよな。早く定目出てきて。止まっちゃうぞ、これじゃ。時間証号47分40、定時、発車48分10。小学科活動さん、ありがとうございます。東急車独特の GE という、これ SIV の音ですね。 ETC の場合、停止限時って常用最大で止まるの。多分 B5 ですね。乗用最大じゃないと思います。でも昔からそうですね、ATC は。ATC6 型でしたっけ？あれはもう、
停止になると先制道ですね。よし、よし、結構次時間の加点しか入んなかった。もっと寄せなきゃダメなのか、厳しいね。りょうさんこんばんはです。なめなめ急行ですね。この車だったら各駅でも楽しそうだな。2000っていう車がどうしようもないですね。進路1番急行かじがや通過。デントですね。しけ。9000は割といい感じですか。9000ってでも、ああ東横線ですね。東急のブレーキをさらい 1233333E と東急の運転手さんから聞いたことがあります。急行宮崎台通過。レントって定時できた試しがない。そうですか、混んでますからね。東西チャンネルさん、あ、そう GM じゃなくて MG ですね。そうですね、 MG の編成もあるのかもしれないです。わかんないです。後期型だったら急行宮前平通過。あ、急行だって通過だ。まだ落ちる。まもなく鷺沼でございます。上がるか、このまま行こう。鷺沼を出ますと多摩プラーダに止まります。この電車は長津田で各駅停車中央林間駅に連絡いたします。朝ラッシュ終わり、まあ、9時50分なのでちょうどまあ下りも結構走ってる時間ですかね。急行鷺沼停車。進路2番。ケイレンさんいらっしゃい。出た仮想請求動画。仮想請求配信ですね。詐欺のワイプ使ったなーって。あ、そうなんですね。また手前で止められたよ。各駅多すぎるな。ATC に当てても、1秒以内にブレーキを入れれば、セーフです。怖い。大丈夫だな、止まる止まる。52分50、停車駅前駅で止めようとすると止まんないですね。これ最後ダラダラすると厳しいな。立候補してすぐに前方予告で現状が下がると、まあそうですね、多分コツコツコツ、まあでもこの時間で下りなんでみんな座ってると思います。もっとがっつり込めるか最後。
お待たせしました。2番線から銀行、銀行林間に行きや、まったく、まったく。バッツ進行。入ってる、インサー入ってるや。よし、まあ、飛び出しても加点されてるんで。どうなんだろう、何点でクリアなんだろう。タカさんありがとうございます。東急線内にある東京メトロの車場って面白いですよね。そうですね、まあ、場所がなかったっていう話なんですけどね。仮想請求しないように行くしないかな。ちゃんと止めよう。あー、セーフ。東急使用機体、いやー使用したくないですね。てかあの状況では使わないですね。あんま今日突っ込んでないんで。まもなくタマプラーダでございます。突っ込まないとあれは使えないですね。タマプラーダを出ますとアザミ野に止まります。お降りの際は足元にご注意ください。やばい、これは行ったかもしれない、これは行ったかもしれないぞ。そして空性がやっぱ草間。とりあえずうわ減った減った。仮装した方が点数引かれないってよくわかんないですね。バッツ進行。よし、急行次アザミの停車。今のね、いやホームの最初の入りがね高すぎました。線形を覚えなきゃダメです、まずね。どっからブレーキかけるかをしっかり掴んでないんで、しょうがないですね。まもなく、アザミ野でございます。自営地下鉄線をご利用のお客様は、乗り換えです。そろそろ、アザミ野を出ますと、青葉台に止まります。程度どれもいいや。ガチャガチャだけでいいよ、いいよ、ちゃんと止まればいいよ。いやー、ぴったり止まんないな。時間正午57分停止。もう前気味前気味に行きますね。時間は定時だけど。ケイデンさんありがとうございます。バッツ進行。よし、急行次青葉台停車。この調子で行くとどうなんだろう、 U 取れるのかしら。かかな、さっきの三軒茶屋だけですね。一駅目だけビシッと決まって、あとは決まらないっていうひどいもんだな。サイさんお久しぶりです。まあ配信自体がねお久しぶりになってしまいました。ラジオ以外はね、たまにはありがとうございます。予告1番着線して急行1番。まだ大丈夫、どうしてくるか。急行エラー通過。
の列車だな。ついでにいいね、ありがとうございます。高評価ありがとうございます。ハザコクおかっちゃんさんいらっしゃいます。だと2個押すと本当ですか。なるほど、それはいいチートですね。吉岡さんいらっしゃいます。どうっすか。さあ、じゃがいもポテトさんこんばんは、吉岡です。今は田園都市線ですね。今から20年ぐらい前の景色でしょうか。どの動画が一番仮想請求が多いかランキング作ってほしい。ぜひちょっと見て数えてみてください。いやー速度上がんねえな。急行藤ヶ丘通過。まもなく青葉台でございます。青葉台を出ますと長津田に停まります。急行青葉台停車。また手前で停めるのかな。大丈夫か。65で入りたいからもう遠いとこかな。時間正午1分10定時発車2分10。時間はいい感じなんですけどね、停止位置が良くない。フローチ、はい、お疲れ様です。そうですね、8500ですね。水漏れさん、久しぶりの電車ずっと見ていたのですかということで、1時過ぎまで、はい、まあ、アーカイブも残しますのでいずれ、見ていただければと思います。ケンタさんありがとうございます。残念ながら仮装はしませんでしたが、わざとデッドマン離して空勢だけで止める人もいた。まあいるかもしれないですね。すぐ簡単に、ね、非常入りますからね。8009さん、こんばんはです。おやすみなさいです。行きましょう。バッチコー。よし。よし。急行次、長津田停車。ああ、そういうことね。ない温泉で、ないスパってことね。速はまあ甘いですね。ブレーキは甘いです。加速は悪くはないですけどね、まあ、加速とブレーキは別物ですから。まだいける。とりあえず110まで引っ張れそうかな。急行7通過。
この先揺れますのでご注意ください。まもなく長津田でございます。各駅停車と子どもの国線横浜線をご利用のお客様は長津田を出ますと終点の中央林間まで止まりません。お、浜線走ってます。進路3番各駅停車中央林間駅をご利用のお客様は4番線停車中の電車にお乗り換えください。どっちいいって言ったけど、どっち大丈夫、いける。どっちに重きを置くかですよね。進路3番急行、はい、長津田停車ありがとうございます。どっからかけようかな。この辺りから行くか、もうちょい行けるか。天目はどこ、あれか。時間証号もうちょっと早く止めないとダメなんだな。発車5分50。もしもし、急行次中央林間停車です。はい、次中央林間停車です。中央林間停車です。横浜線は P2 低速に言ったら ATC を無効っぽい状態にできたよね。そうなんですか。それは分かんないですね。 P2 は、まあ、この車だと低速ないですけど、この電車は V の車であれば中央林間駅です。あ、横浜線の方から流れる東急の車両が好き。中央林間まで止まりません。バッチコーン、遅いな。よし、急行次中央林間停車。快速元さん、おやすみなさいです。やっぱり響さんは電車がお似合いです。運転も好きですけど、電車ゲートでネタがないんですよね。そこがちょっとねネックなんですよ。寝てる間も熱中症危ないですからね、気をつけてくださいね。 G タカさん、こんばんはです。急行、つくしの通過。いけ、160だ。上り坂で全然登んなくなったぞ。速度落ちてるし、頼むよ頼むよ。急行鈴掛台通過。いや、意外とパワーがない。来た来た、まだまだ。1500か扇風機で18度だよ。まあ18度ってことはないでしょうけど、東急でも比較的涼しいですね。車内はだいぶ涼しい方だと思いますね。結構クーラー強めな会社です。急行南町田通過。通過
通過、グランベリーパーク通過。早っ最高早っ、3秒ぐらいで設置があったぞ。いやー、ずっとフルノッチなのに全然速度上がんないし。頑張れ頑張れ。AT ライナーさん、こんばんはです。急行、月見の通過。東急田園都市線をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく中央林間終点でございます。ここからは出口は左側です。もうずっと ATC 任せで行きます。小田急江ノ島線をご利用のお客様はお迎えです。 N を使わない電車、そうですね、 N 使ってたらお忘れ物のないようどんどん増えちゃいます。停止、50キロからいきなり停止になるんだ、すごいな。110出せるのほんの一瞬でしたね。ずっとフルノッチだったんですけどね。閃光が発射するのかな。東京5時発水戸行きの仕事があるので、ああもう寝ないと。お疲れ様です。おやすみなさいです。恭平さん、早く早く、時間ないよ、ちょっと早く。あ、着いた。進行、こんなに止められちゃったら間に合うかな。進路2番。停止位置どれだ。では10キロまで落ちんの。時間無理じゃん絶対入んないよこれ絶対入んない。とりあえず5秒円で止めましたけど、まあ一応時間には入ったバカですよね。そうですよね。何点で言うなんだろう。